それでは定例会見を始めさせていただきます。私の方からは昨日北朝鮮のロケット発射問題で、私の名前を出した声明に関わって、その後の若干のご報告をさせていただきたいと思います。それで昨日のうちにですね、声明自体は北朝鮮政府並びにですね、6カ国協議の当事国、そして、国連安保理常任理事国および非常任理事国にお届けしたわけでありますが、その上でですね、今日私が、中国大使館を訪問し、鄭英華大使とこの問題で会談をしてまいりました。それで私の方からですね、昨日の声明の線に即して、北朝鮮にロケット発射の中止を求めるという立場、そして国連安保理決議1874に反するという問題、そしてこの問題で六角協議にですね、立ち戻っていく、そういう方向性が重要だという、そういう我が党の立場について述べですね、中国が六角協議の議長国としてこの問題で外交努力を お願いしたいという要請をいたしました。それで鄭華大使の方からはですね、この問題については憂慮と懸念をたびたび北朝鮮政府に伝えておりますということ、それから、関係国と協調して地域の平和と安定のために行動したいという旨の発言がありました。で、この点では基本的に方向性は共有できたというふうに考えております。それからロシア大使館に我が党の西口光る国際局副責任者が本日午前訪問しまして、先方のジョーストキ参事官と会談いたしました。それで我が党の方から昨日の声明の線に沿ってですね、党の立場を述べ、ジョーストキ参事官の方からはですね、今ロケットを打ち上げるとなると、これは国連安保理決議のに対する違反となるということで、自制を求めていますということがですね、言われました。それからあと関空の大使館でありますが、今日3時に葛西政策委員長代理常任幹部会員がですね、伺って、先方の講師とお会いして我が党の立場をお伝えしてするという意見交換するということになっております。からアメリカについてもですね、葛西さんがですね、先方の政治担当講師とお会いするということで、今これは明日でありますが、明日になりますがお会いするということになっておりまして、ですから六角協議関係国には、全て、こういう形で我が党の立場を伝え、基本的にはですね、5つの国が一致して、こうロケット発射は抑えるという方向では一致をしているというふうに考えますので、ぜひこの問題は外交的な解決をね、図りですね、地域の平和と安定にとっての逆行や逆流が起こらないようにする。そしてこの問題はやはりあくまでも国際的道理とに基づいて冷静な対応がですね、大事だということを重ねて述べておきたいと思います。